はい、どうも覆面ぼっちです。今回はですね、過去グッズの振り返りをしていきたいと思います。もうこちらに出ておりますけれども、鬼滅の刃アニズキン第2弾、こちらを開封していきたいと思います。確かね、昨年のね5月ぐらいに発売されたものだとは思うんですけどね、まだ開けてなかったんで、これをね開封していきたいと思います。近々ねアニズキンの第4弾も発売されるということなのでね、はい、まあ、楽しみです楽しみですね。まあラインナップはこのような感じになっておりまして、全8種類ということなんですけど、まあ煉獄さんをはじめもうね柱の方たち、まあ親方様含めですけどそうそうたる面々がまあラインナップされておるわけなんですけどここにイグロさんいるしね、ミツリちゃんいるし、まあね神ラインナップなんですけどまあね、アニズキンもね結構なキャラクターを網羅してると思うんですよね。こちらがパッケージになっておりますね。ズキンは着脱可能だよちょっと前の動画でね、あのアニメイトさんに行かせていただいた時にね、アニズキンの第3弾かな、はい、あれはちょっとまあボックス買いできなかったんですけど、まあね結構引きが良かったものなので、まあ僕の中でとても印象に残っているグッズなんですけど、まあ、はい、じゃあ開けていきますか。そう、この黒いね黒い袋にこの包まれている、シュッ、ん、おお、みつりちゃんかわいいめちゃめちゃかわいい。やっぱりこれいいよね、本当に。はい、ズキンはね着脱可能だよって書いてありましたけど、はい、このようにね外すことができます。あ、そっか、後ろのあのロングヘアは割愛されておるわけですね。すげえ、この被り物のさ、クマなのかこれ、クマの目もあのハートになってますけど、いいですね。濃い蛍光ピンクみたいなこの被り物がね、そんな色をしております。かわいいなシュッ、お、行明さんあ、すげえ、ちゃんとクマも泣いてますねすげえ、顔は怖いな、なんか顔がね、でも顔はいかついけどさ、あーでもこれはでもやっぱかぶってかぶってた方がすごいリアルなんだよね、顔がなんか行明さんすげえリアルやっぱこうかぶってた方が可愛らしさが出ますね早くね、イグロさんが見てみたいんですけど、シュッ、おー、煉獄さんかっけ、あーすごい、ちゃんとあのこれ熊の眉毛がさ、煉獄さんの眉毛になってますね。あーかっこいいかっこいいね。あのアニズキンの第4弾にもね確か煉獄さん出てると思ったんでね、まあ第2弾のね煉獄さんはかっこいいねやっぱりかっこいいな。デフォルメのねデザインもかわいいですよね。みつりちゃんがめっちゃかわいいだシュッ、おーっと、よっしゃ、
け。うわー、イグロさん来ましたね。これ、あ、でも、あ、しっかりでもキャラクターのね、特徴に合わせてる感じですね。うわ、かっけ。ん？なんかまあもともとあのね、球体だからね、なんか綾波レイみたいな、じゃなんかそんな感じの髪型にも見えるけど、かっこいいな。でも、はい、イグロさんになります。かっけ。シュ、おお、サネミ、あ、すげえ。クマにも傷がついてますし、あ、これは似てるな、すげえな。あー、かっこいいっすね。ね、髪の毛の感じもね、これ別にさ、輪郭線とかあるわけじゃなくてね、こうさ、色のさ違いだけですごいな。この目が血走ってる感じもすごい。かっけえな。これそう、前回ねちょっと原野が出なかったんでね、あの兄ズキンの第3弾であの原野がラインナップされてたんですけど、原野がねちょっと出なかったんでね、一緒にこれ並べたらいい感じだっただろうなと思うんですけど。シュッ、お、無一郎くん、あ、これもいいですね。ちょっとなんかクマも若干眠たそうな顔をしてますけど、あー、そっか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 、挑発はね、基本的にこうさカットされちゃうからね、特徴的な挑発もバッサリね、いかれてますけど。女の子みたいです。かわいいっすね、無一郎くん。親方様も見てみたいな、どんな感じなんだろうね。シュッ、お、天元、あー、いいね。あ、ここに同じこの目の周りの模様がついてますけど、あー、すげえ。すげえ、あー、すげえ。うわ、めちゃめちゃいいじゃんこれ。あー、すごい。あ、めっちゃいいですねこれ。カメラだとね、藍色っていうかさ、青っぽく見えるけどね、ちょっとね、肉眼で見るとね、ちょっとなんか緑がかったね、色にも見えるんですけど、全然ね、ちょっとカメラで見るのと肉眼で見るのと全然、ちょっと色合いが、はい、違いますけど。ということは、最後が、親方様になるわけですね。とか言って全然違うのが出たら、はい、じゃあね、ラストになります。シュッ、はい、お、かわいい親方様。クマは眠っております。うわ、優しい顔だ。やっぱり親方様は優しい顔ですね。親方様も髪の毛がね、こうバッサリここをねスパンと切れてるんで、なんかおかっぱのなんかお母さんだ、なんかお母さんみたいな。あー、でもすごい優しい顔してますよ。やっぱね、すごいキャラの特徴をしっかり掴んでるからね。ということで、鬼滅の刃アニズキンの第2弾をワンボックス開封させていただきました。いやー、
本当にね、可愛いグッズなんでね。早くね、第4弾の無限列車編のアニズキンを見てみたいなと思いますね。あ、そして今回はですね、エンディングトークは、今回ありませんので、ちょっとね、特別、何も思い当たる愚痴もなければ、なんかぐだぐだ話してもいいんですけど、何のひねりもない話になっちゃいそうな。今回はね、はい、これにて終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。